いや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 、これやばいでしょマジで。あなたがみんなが丸くなるを開催します。はい、おはようございます。ケンです。9月22日日曜日、セロガオ限定のね、コペンオフ会第3回ウーパーワールドが開催されるということで、神奈川県から静岡県の磐田市の方まで向かっております。渚の交流館というところの駐車場で開催されます。ウーパーワールドの主催がですね、第1回第2回はフィリさん、男性の方がやってらっしゃったんですが、まあ、第3回からはですね、 TCM でも運営されてますあゆたさんがね、引き継ぐことになりまして、初のね、主催となるウーパーワールドということになっております。そして今ね、バイパス走ってるんですけれども、緑のセロがね、後ろから走っていって、今前走ってるんですが、こうやってね、オフ会があると、オフ会会場までの間にですね、明らかにね、これオフ会に参加する人だなっていう車がちらほらどんどん合流して走ってるっていうのも、オフ会のね、あるあるなんじゃないかと思います。それでですね、このウーパーワールド、ドレスコードというものがありまして、まあ、愛車のボディカラーに沿ったものを身につけてくるっていう参加条件がありました。まあ、例えば私の場合ブリティッシュグリーンですから、緑のね、何かをつけて参加する、帽子のリボンが緑色というのと、あとはもうね、簡単にズボンがね、緑系のものを履いてきています。まあ、特にね、洋服だけじゃなくて小物でもいいんですよね。アクセサリーでも何か緑のものを取り入れるといった、ちょっとね、遊び心のあるオフ会となっております。雨降ったりやんだりだったら、なかなかオープンにね、皆さんできないと思いますので、屋根閉じた状態でね、開催されるのかななんて思っておりますけれども、最後までご視聴いただければ幸いです。それでは行ってきます。ワイパーがめっちゃ頑張ってる感じですけれども、いや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 、これやばいでしょマジで。いやー、これやばいっすね。今からですね、オフ会の会場に向かっています。ございます。わ、早いね。
ラッパーワールドサードシンコ、あなたがみんなが丸くなるを開催します。では少し内気なセロオーナー同士の交流を増やし、初めてでも安心して参加できるオフ会にしたい、そんな思いが込められています。第1回2回のウーパーワールドの素敵な部分を引き継ぎつつ、さらに盛り上がるオフ会にできるよう、参加者の皆さんに強かった、楽しかった、そう思ってもらえるようにスタッフ一同頑張ります。参加者の方がもらえるものですかね、これね。オフィシャルのナンバー隠しですね、これ。そうですね。飲食のね、ケータリングの車来てますから、そちらで使える割引券。で、こちらが、万華鏡ですかね、作れるっていうものです。とりあえず、このラッピングは全部自分でやりました。こういう。すごいなぁ。色がついてるところ、純正から変わってるところはほぼ自分でいるの。この後ろとか、これはラッピングフィルム。ナビの場合もところもラッピングフィルムでやってます。
遠方省の方、どちらからいらっしゃいましたか？佐賀県から来ました。佐賀県、佐賀県、何時間かかりましたか？15時間です。第3回ウーパーワールドがですね、無事終了しました。まあ、前日のね、天気予報とかでは土砂降りの予報だったんですが、実際来てみたらですね、まあ、ぱらつく感じで、たまに雨足が強まったり、それで止んでちょっとまた晴れたりもしたんですけれども、結局また雨がぱらついてきて雨強くなるっていう感じ。屋根を開けるのがですね、ちょっとタイミング的に難しかったなということもあったでしょうし、実際に開けてる方も少なかったので、車内までじっくりと見ることはできなかったんですけれども、まあ数々のねイベントでですね、楽しませてくださいました運営スタッフの皆さんに感謝をしております。納車されたばかりで初めてのオフ会がね、このウーパーワールドっていう方もいらっしゃって、同じセロつながりということで、オフ会初参加でもね、初めましての方しかいない中でもですね、いろいろとセロのね、カスタマイズや乗り心地など話せて、いたのではないかと思います。台数的には、まあ、98台ぐらいで打ち止めにしてたと思うので、それでちょっとね、残念ながら来れなくなってしまったっていう方がいらっしゃったので、まあ、90台ぐらいなのかなっていう認識です。まあ、このぐらいの規模のオフ会が、まあ、やりやすいかなと、話しやすいかなとは思いますね。それではですね、今回はこれで終わりたいと思います。ぜひ今回の動画にですね、グッドボタン、またこういったね、オフ会に関するコメントですとか、また参加された方、コメントよろしくお願いします。ちょっと私もですね、まあ、おしゃべりに撮影にとちょっと忙しいこともありまして、なかなかね、全員の方とはおしゃべりはできていなかったのが、まあ、ちょっと心残りなんですけれども、まあ、それでもですね、再会した方から初めましての方ですとか、SNS でね、つながっててお顔は知らなかった方ですとか、動画をね、見てくださってた方ですとか、そういった方とね、いろいろおしゃべりできて、またね、新たな活力というものをいただきました。まあ、オフ会の動画はですね、なかなか似たり寄ったりになってしまって申し訳ないんですけれども、まあ、いった記録としてね、残しているという側面もありますので、よろしくお願いします。少しでも気になった方はチャンネル登録をしていただけると励みにもなりますので、そちらの方もよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。